大蛇ラウンジの柳です。やっとね、YouTube 撮影始めました。もう半年ぐらい前からですかね、遊びに来てくれてるお客さんたちには YouTube やるから見てくださいねなんて言ってたんですけど、先延ばしにずっとおっしゃってたんで、今年こそはと思って、始めることにしたんで、皆さんぜひ、見ていただければと思います。この動画の通り、ラウンジといえば大蛇と思う人がほとんどだと思うんですけど、実はね、小型から中型、ちょっとね珍しいヘビなんかもいろいろいるのでね、その辺もこれから紹介していきたいと思いますので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。いやー、ほんとね、こいつ重いんですよ。こうね、動画を見返してるとね、自分でもあれちょっと大げさかなとかって思ったりもするんですけどね、実際こう持ってる時は本当に重いですよ。って言ってもね、僕からするとようやく大蛇って呼んでもいいかなっていうサイズになったぐらいなんでね、世界最大最長の網目にシケヘビなんで、これからの成長がまだまだ楽しみです。まあよくね動くんですよね。触れ合い中ももう常に動いてるっていうような感じなんでね、筋トレしてるようなもんですよね。こいつよりもさらにでかい網目もいるんで、後々ね撮影していきたいのと、あともう長さだったり重さだったりっていうのをなかなかね一人じゃ、撮影しながら測ったりっていうことが今まではもうできなかったんで、全然もうやってなかったんだけど、これからねちょっとカメラ撮影してくれる人もいるんで、そういったね身体測定の動画なんかもね、今後撮影していきたいなと思ってます。お店の方にもねぜひ遊びに来てください。動画だとねなかなか大きさは伝わっても迫力まではね、伝わらないと思うので、実物をぜひ見に来ていただければと思います。またお店の方のね詳細は、毎日インスタグラムの方で、更新しているので、チェックしていただければと思います。それでは今日はこの辺で終わりにします。これからヘビをメインでねいろんな撮影をしていきたいと思ってますので、興味ある人はねまた見ていただければ嬉しいです。